ございます。いやー朝はね涼しいね、バンコクも。はい、まあ、朝は心持ちですね。空気がいい感じがしますね。気分的な問題かな。うん、おまわりさんが売宅を利用しております。はい、それでね、マイクのセッティングもね、またヘルメットの中で場所をちょっと変えてみました。どんな感じでしょうか、聞こえやすいでしょうか。はい、そろそろね、オンヌットでございます。まあオンヌットぐらいからねガツンと混み始めますからね。はい、いやおじさんになるとね、このバイクのこの平行感覚がね鈍くなりますからね。うん、よたりますね、すり抜けるときに。はい、麻生区までね来ましたけども、いやーここまでやっぱり東道から麻生区は結構混みますね。麻生区の交差点もこれですからね、詰まっちゃってますね。まあほぼ渋滞も正常に戻ってきたというか、正常に戻ってきたっていう感じですね。はい、まあ今7の交差点方面に向かってますが、かなり混んでますね。ガス欠の車で大渋滞してます。はい、あるあるですね。今ねガソリン高いですからね、ギリギリまで入れない人もいるんでしょうね。はい、今ね、打ち合わせが終わりまして、僕のバイクここですけども、どうですかこのありさまですよ。全然どうすんだろう、これどうすんだろうっていうぐらい出れないですよこれ。いやいやいや、ひどいわねやっぱね。自分のことしか考えないっていう、そんな感じでしょこれ。すごいでしょ。出れない。これでまあ一応ねロックがかかってないんで、動かせるんで動かしていきたいと思います。これじゃないと出せない。今ですね、ゲイソンビレッジっていうねオフィスタワーで打ち合わせがちょっと終わりまして、これからですねノンタブリの方へ向かいます。ノンタブリはですねやはり輸出入をねやられてる友達がいまして、いろいろですね参考になるねお話を聞きに行こうと思っております。はい、まあ僕の友達はタイでビジネスをですねやってる友達が多くてですね非常に助かります。はい、いろんなですね、お話をね、聞くことができます。はい、ここあれか、
先週記念塔ですね。ああなるほど、先週記念塔をぐるっと回って2番目の出口を出ると、こういうところも運転が慣れてない人はどこをどう入っていったらいいかがね、分かんなくなっちゃいました。僕も分かんないです、はい、こっちですね、はい、こっちこっちこっち、これからですね、向かうノンタブリも、まあ数年前から比べると、まあえらい発展したらしいですね、うん、もう今ね、セントラルがなんか2つメモできる？すごいっすよね、うん、信じられない。でまあ、高級住宅街も非常に多くて、バンコクへね出勤する人の朝渋滞、夕方の渋滞、とんでもないそうですよ、うん、まあ人の住む場所が郊外に郊外にねやっぱなってってるんですよね、うん、まあ、郊外だからね、すごい安いかっていうと、もうそうでもないですね、バンコクも。はい、今ですね、ノンタブリの友達と別れまして、これからペッチャブンの方へ向かいたいと思います。Google 先生のね、 Google マップ先生から、言われると6時間ぐらいかかるようです。はい、まあね、安全運転で帰りたいと思いますが、まあ今ね4時を回ってるので、まあ12時あ、2時、12時じゃねえ、深夜の0時に行くんじゃないかなと、順調に行ってね、はい、まあゆっくり帰りたいと思います。まあ相対の方角をね抜けていく感じになると思います。パツンタに相対かな、抜けて9号線の下を通って、サラブリの方へ抜けていくという感じですね。はい、いやー今回もねなかなか充実したバンコクでした。はい、かなりね涼しいので楽は楽ですね。はい、ただまあ夜はですね、結構路面が見えなくなるんで危ないので、ゆっくりね走りたいなと思います。はい、ノンタブリを出ましてですね、およそ1時間ぐらい走ってきましたね。あと300キロです。はい、まあ辺りはもうだいぶ暗くなってきまして、照明が道路には入っております。はい、夕暮れ時ですね。はい、まあもうちょいでですね1号線と合流するので、まあそこまで行くとですね道路も比較的安定するかなと思います。
まだねガタガタのところが多いんで、できれば21号線まで入れば結構道路も綺麗になるので、まあ夜走ってもですね、ある程度は安全かなという感じがします。はい、もうちょいですね、はい、安全運転で行きたいと思います。まだあの道路も照明の入ってないところもありますね。はい、まあ、こういうところはやっぱりちょっと見づらいですね。はい、路面がね、はい、結構ねたまに穴ぼこがねやっぱ開いてるところがありますから、注意して走らないとボンとボンと飛びますね。はい、まあ、こう照明が入ると道路面がねある程度見えるので、まあまあ、 あの心配はないんですけど、照明がまだ入ってないところは結構見えないですね、路面がね。はい、ヘルメットの中に虫が入ってきますね、この時間。結構この辺りは凸凹してますね。危ないね、飛ばすと危ない。まあ夜のですね撮影はだいたいここまでで終了かなという感じがしますね。はい、夜もう見えないですからね。はいですから編集が終わってですね、動画が上がっていれば私は無事にペッチャブに着いたということになりますので、お楽しみにしていただければと思います。今ね真っ暗のところで撮影してますけども、星空がねすごいんですよ。まあ見えないだろうな、半端ないわ。